回焼く落とし団子を買いました。あんこがすごい。こんな感じ。ミリミリランド。はい、では次の封筒を開けていきたいと思います。9番目、もうね、終盤に差し掛かってます。9番目の封筒を開けていきたいと思います。さて、次の目的地はどこでしょうか。どこに行くんだ。9番目、開封、オープン。はい、じゃんということで、これどこ？香取神社。香取神社です。香取神社、はい、ミッション。本殿へ、参拝。まずは本殿へ参拝しましょうと。お腹に余裕があれば、団子で有名な亀甲堂で薬落とし団子をどうぞと。概要。茨城県鹿島市の鹿島神宮。茨城県上なんとか市のなんとか神社、読めないけど。とともに、東国三社の一社。毎年12月7日に開催される団旗祭では、おみきの代わりにお団子が奉納されますということで。香取神社。なんかね、聞いたことある、香取神社。うん。じゃあ、香取神社向かいたいと思います。みるみるランド。はい、では出発。今ね、ナビで香取神社って検索したらすごいいっぱい出てきて、千葉県でも2つあって、他の県でもいろいろ出てきて、どこだと思ってね。千葉県香取市の、亀甲堂がある香取神社に向かう。多分そこで合ってると思うんですけども、行きます。こっから30分かかんないぐらいですね。この信号を右です。割と近い。まあ、天気はね、今日なんとか持ってくれてますね。本当にこの旅では天気に恵まれてます。お店がやってなかったっていうのがね、ちょっと残念でしたけど、一瞬焦りましたけどね、海鮮何も食えないじゃんって思ったけど、まあ探してたら出てきて開いてたんで。でもね、さっき行ったとこはすごい混んでた、人が混んでた。注文して出てくるまで20分ぐらい待たされたんですけど、それでもね、やっぱり美味しかったです、海鮮丼セット。はい、茨城県鹿嶋市から千葉県の香取市に向かって走っていきます。はい、なんか今ね、眼下に、街並みが見えます。で、ここなんか駅ですね、鹿嶋神宮駅。さっき通ったとこだ、鹿嶋神宮駅。青空です。青空が広がってはいない、雲が広がってるけど、一応晴れてます。今ね、新神宮橋っていうところを渡ってます。ここはなんか面白いですね。なんか海の上走ってるみたい。海じゃないんだけども、なんかね、水の上。ここなんか景色いいな。でちょうどね、向こうね、なんか列車が走ってる、貨物列車が走ってるんですよ。ちょうど貨物列車と並行して走ってる。この景色いいですね。いや、本当に天気持ってくれてよかったですよ。次のとこもね、香取神社のとこも雨降らないで、天気でこのまま持ってくれればいいですけどね。今ですね、茨城県の潮来市に入ってきました。間もなく道の駅、あそこですね、目の前が道の駅潮来。潮来ってこれ漢字読めないですよね。潮が来る市と書いて潮来、潮来市。賑わってますね、道の駅。なんかどんよりと曇ってきましたよ。太陽が顔を隠しました。銚子という地名が出てきました。もうね、目的地までもう15分ぐらいですね。東関東道に乗ります。水の里潮来、またどうぞ。水の里潮来、水の里なんだ。潮来あやめちゃん。はい、ここから東関東道を乗ります。10分ぐらいで到着ですね。はい、今
千葉県香取市に入りました。千葉県です。戻ってきました。千葉県、こっちはすごい曇りで、こっちはすごい晴れてます。そして田んぼ、千葉県も田んぼ結構多いですね。何気に千葉県って東京の隣なんだけど、東京の近くは都心なんだけど、ちょっと外れるともうね本当に田舎になるから、結構のどかな景色が広がってるんですよね。利根川橋を渡ります。広いな利根川、川幅がすごい広い。今雨がちょっと小雨がばらついてきましたよ。まもなく目的地なんですけどね、大丈夫かな。小雨がばらついてきました。乗ってくれるといいけど、最後まで。はい、料金所ですね。香取神宮ってのが出てきた。はい、もうね今ね佐原香取神宮っていうのが出てきましたよ。香取神宮、香取神社じゃないんだ、香取神宮なんだ。ちょっと雨がパラついてます。まだねところどころ青空はあるんですけどね。さあ目的地までもう5分切りました。ここを曲がるんですね。斜め右手前です。はい、ここです。到着かな、これ到着。香取神宮到着です。みるみるランド。はい、香取神社到着です。ここに今見れると思いました。で、向こう香取神社ですね。行ってみましょう。吉光堂っていうところに薬除け団子があると思います。ああ、書いてあった。吉光堂薬落とし団子。香取名物。薬落とし団子。後で食べてみようと思います。で、ここから神社入ってきます。では入っていきましょう。一応車でこっちの長野の方まで来れるんですね。ここが吉光堂。ちょっと小雨降ってるけど、なんとか今天気です。カフェもありますね。すごいなんか古い建物、昭和の建物ですね。これはここまで車で入ってこれるんだ。はい、じゃあここから鳥居くぐって中の方に入っていきます。香取神宮、セミがミンミン鳴いてます。もう9月上旬で秋になりかけてるんですけど、まだ夏っぽいですね。奥の宮要石、こっち真っ暗です。要石堂、さっきの要石すごいちっちゃかったからな。鹿島神宮の要石はすごいちっちゃくてひょこんって、あーなんかいい感じ。石の鳥居です。でここ登ってくるんですね。奥の宮だから結構奥の方にあるのかな。はい、今ね登ってきました。でまださらに道が続いてます。お、ここも登るんだ。上にまた鳥居があります。要石30m。はい、全然要石があるとは見当たらないんですけど、あったあったあった、要石。はい、ここ要石見てみましょう。
これだ。あった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 。鹿島神社と、鹿島神社よりは大きい。これが要石です。はい。香取鹿島の大神。地震が多く地中に住み着く大ナマズを抑えるため、地中深く石棒を差し込み、その頭尾を差し、ありました。要石。思い叶う要石。石は石に通じます。モミジがすごいですね、これ。紅葉シーズンはすごそうだな。紅葉が綺麗になったらまた見に行こうよ。いや、本当にね、紅葉すごいですね。モミジがすごいですよ。今緑ですけど、これ紅葉シーズンになったらね、赤とか黄色とかになってすごい見応えありそうですね。若干ポツラポツラ雨降ってますけど、まだ大丈夫です。結構長い参道ですね。神池。昭和53年。鯉かなんか泳いでますね。でかいです。気持ちよさそうに泳いでます。金色ですね。あ、ここも交通安全祈願やってるんだ。日本初期に登場するのかな。では行ってみましょう。階段登って上に行ってみます。はい、本殿にやってきました。あ、まださらに奥がある。じゃあ入ってきます。黒、本殿は黒と金ですね。周りは朱色なんだけど、本殿は、はい、このように黒と金。日光東照宮で見たのと似てる。はい、ここでお参りしていきます。はい、今回もなんとか天気に恵まれました。よかったよかった。本当に今回の旅は天気に恵まれてます。最高ですね。はい、じゃあ薬受け団子を買って帰ります。本当はこの暑さかき氷食べたいんですけど、薬受け団子買いましょう。草団子15個入り。どうぞ。薬落とし団子ってどれが全部そう、こちら販売してるの全部そうなの。薬落とし団子、聞こえました。お茶飲んでくださいということで、はい、薬落とし団子買いました。あんこがすごい。こんな感じ。いただきます。うん。ボリューミーだね。すごい。ドーム豆すごいね、すごいね。誰喋ってんのかと思った。すごいね。こんにちは。お茶もいただきます。おいしい。これで焼くの焼きます。絶対言ってる。すごいね。じゃあね、こんにちはって言ってます。お帰りにお団子食べてね。僕の名前はキューちゃん。すごいね。こんにちは。はい、というわけで香取神社参拝して厄落とし団子も食べました。美味しかったです。これで厄も落ちました。目的地はどこでしょうか。で、次ですね。さあ、行きます。6番目。9番目ね。あ、9番目、多分9番目です。さあ、どんどんか、これは。ということで、これどこ。香取、そうだ、神社。香取神社。香取神社です。ここはね、鹿島神宮と香取神社って対じゃないけど、すごくね、縁の深いところなんですよ。しましょう。だから、で、しかも近いから行きやすいなと思って。有名な亀甲堂で薬落とし団子をどうぞと。ゆきさん、スイーツ好きなので、概要、茨城県鹿島市の鹿島神宮、茨城県
神なんとか氏の、はい、なんとか神社読めない読めないかとともに同族三社の一社、毎年12月7日に酒、ひながら振りましょう、難しい感じには。はい、振るがな振ります。はい、香取神社到着です。美味しい、このおせんべい美味しい、ちょっとしか言ってみて。おー、これほんほんほん、この結構像なんか有名らしいです。おせんもありますね。参道はこんな感じなの、うん、はい、じゃあここから鳥居くぐって中の方に入ってきます。全中の入った鳥居です。結構暑そうですね、3日目は。暑かったね、汗だく。ここも行くときやっぱ雨降ったりするんだけど、着いたと第何番だよね。へぇ、すごいな。ちょっと雲の石見に行きました。ほんと今回思いちっちゃかったからな。良かったですね、降りたらちゃんと晴れてる。そう、でこの方がね、緑もあるんで。いい、緑がいい。この道がめっちゃいいですね。雲の石、30メートルです。はい、ここも雲の石、すごいちっちゃい。金石ってちっちゃいの？金石はちっちゃい。香取、鹿島の大神。僕の目はこっちです。モミジがすごいです。ここだから紅葉シーズンがすごいだろうね。あ、紅葉よ、紅葉が綺麗になったらまた見に行こうよ。もう完全親父ギャグ。紅葉すごいですね。この道本当にいいよ。モミジがすごいですよ。今緑ですけど、いや緑も綺麗ですよ。ね、緑まだ大丈夫です。あった。この朱色がいい。ね。はい。本殿に来ました。はい、ここでお参り。なんか日光に似てるよね。黒と金。ああ、確かに似てますね。東照宮と。そう、黒と金。すごい。彫刻がすごい。これ何が良かったって言ってたんですか？天気が良かった。いや、コート時短法。終わりました。どうしてね、お茶飲んでくださいということで。へぇ。お、中が草団子？そうそう。で、外側があんこ。ありました。あんこ、あんこがすごい、めっちゃボリューミー。こんな感じ。大船がいるんだよ。大船ね、ずっとなんか喋ってる。これあー、ほんとだ、大船いますね。喋っとる。こんにちは、行きます。お帰りにお団子食べて、僕の名前はキューちゃん。すごいね、すごいね、すごいよね、すごいね。すごいよ。最初何、誰でしょっていうのかなと思って。あなたがすごいね。